京都サンガ FC、ミサオ優と平戸大樹獲得へ。この動画では、京都サンガ FC に移籍が決まった、ミサオ優と平戸大樹選手のニュースについて振り返ります。ぜひ、最後までご視聴よろしくお願いします。J リーグについて動画を上げていますので、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。11月9日、京都が FC 大分取りにいたのミサオユート選手をを完全遺跡で獲得したことを発表しましたた。こと発まミサオ選手は1991年4月16日生まれの現在31歳身長1 7 5センチ、体重7 0キロの選手です東京都出身のミサオユウト選手は5歳年下に弟がおり鹿島アントラーズ所属のミサオケント選手です父親の仕事の影響で5歳から10歳までカナダにいました高校時代は 東京ベルディの下部組織に在籍ししていました大学は早稲田大学に進学2年次から左サイドバックのレギュラーに定着4年次には副将を務めました2013年4月には湘南ベルマーレからオファーを受け入団を即決5月には特別指定選手として選手登録されました2014年より湘南ベルマーレに入団ルーキーながら左センターバックとしてリーグ戦40試合 フィールドプレイヤーではリーグ第2位の3495分間に出場し左サイドからのクロスで何度もチャンスを演出し J2 でのアシスト数でトップに立つ活躍を見せるなど J2 優勝に貢献しましたその後も湘南ベルマーレで主力として出場2017年には鹿島アントラーズに完全移籍で加入しましたがグロインペイン症候群を中心とした怪我に苦しみ2年間で 公式戦系8試合の出場にとどまってしまいました2019年に大分トリニータに完全移籍で加入4年間大分トリニータでプレーし2020年と2022年にはリーグ戦前試合出場を達成しました左足から繰り出される精度の高いキックが武器の選手です11月7日京都サンガ FC は FC 松田ゼルビアの平戸大樹選手を完全移籍で獲得することを発表しました平戸選手は 1997年4月18日生まれの現在25歳身長177センチ体重68キロの選手です茨城県出身の平戸選手は鹿島アントラーズのアカデミー出身で鹿島ジュニアユースから鹿島ユースに昇格1年生の時から高窓の宮俳優18プレミアリーグに出場し2年生の時には鹿島ユースの高窓の宮俳優18プレミアリーグイースト3位と J ユースカップ獲得に貢献 二種登録選手としてトップチームに登録されました3年時も鹿島ユースの中心選手の一人として高窓宮俳優18プレミアリーグ優勝とチャンピオンシップ獲得に貢献しました2016年に松田光輝選手や垣田裕樹選手らとともにトップチームに昇格しました2017年に FC 松田ゼルビアに期限付き移籍リーグ戦26試合に出場3得点7アシストという結果を残しました 2018年シーズンも引き続き FC 町田ゼルビアに在籍リーグ戦40試合に出場8得点とリーグ1位の17アシストを記録しました2019年シーズンに鹿島アントラーズ復帰しましたが出場機会を得られず FC 町田ゼルビアに完全移籍しました背番号10番としてシーズン通して活躍しました今シーズンはリーグ戦38試合に出場9得点10アシストという結果を残しました 展開力のあるパス両足ともに正確なキックを武器にプレースキックだけでなくクロスボールの精度が高くアシストができる選手です美サオ選手平戸選手が京都サンガ FC で活躍できることを期待しています以上リッパーのサッカーチャンネルでした